重なですね、水野さんが写真ですので、ぜひとも写真撮っておいてください。っていうか、いやもうゆっくりでもお好きなように行ったんですけど、全開で行きましたね、最初から。今今日持ってきた GTR はですね、水野さんご自身の車、スペック V で 7000km 走ってると。水野さん GTR 持ってたんですね。知りませんでした。全くですね、予想にしなかったので、これ追いついてきてって。それで矢口さん、熱くなって踏んだらどうなるんだろうという、ちょっと今、ちょっとハラハラしてますけど。煽ってますね。俺、車間なかったら結構びっくりします。あ、さすが大人ですね。うちは受けします。もう日産トヨタ関係者は OK です。実はこの2人はですね、なかなか日産とトヨタの社員の方もですね、コントロールができないという有名な方ですね。今回も僕はやれって言われてるんですけど、どうしようかと今非常に悩んでるところで、最初からですね、想像できない展開になってます。また来た。いやー、これはちょっと予想ができない展開で、この後も全く予想ができない。いやー、どうでしょう、やめるっていうか出してると思いますけどね。あ、矢口さんも踏み出し始めた。水野さんが大体暴走始まってます。日産の人はコントロールできないのかな。
ライバル関係とメディアに言われる車ですけれど、やっぱ車作る気持ちというのは多分同じだと思うので、水野さんもですね、純粋に GTR のですね、乗り方とかですね、どうぞちゃんと見てほしいということで、矢口さんに丁寧に使い方を教えるというシーン。それから今度はですね、矢口さんが水野さんにオプトルトリートということですね、ISF はこうやって乗れ、はい、矢口さん何言ってるのか動画とか見たいですね。ちょっと聞いてみましょう。どういうこと言っているのか、はい、マイクを外します。フォーマルはこうで、スポーツを押すと VDIM、姿勢制御装置ですね。これがこういうこと、ね。矢口さんの気持ちがよく出てる。タコメーターはすごい。これ俺が途中で変えたんだと、矢口さん。俺よりもはるかに個性が強いと水野さんが言ってます。ちょっとびっくりの発言で。ここまで大胆にできないと水野さんが言ってます。これもちょっと驚きです。ヒノさんがそんなこと言うとは思わない。はい、車を見て本当の矢口さんの姿が見えたと。さすがやっぱりお二人ともこういう車を作ってるだけあっていうことが一言ずつ面白い。ちょっとさっき水野さんの、GTR のコックピットドリルしたかったですね。あ、少し本心が出たか今。水野さん持って帰るという大変なサービスで。こうやって話しても私はハラハラしてますけど、どうなるのか。次は、GTR の前で矢口さんが記念されて、おやはりオーバーアクションで、矢口さんもオーバーアクションで、あ、同じような雰囲気で、いい笑顔ですね。普段開発をしているときはこわもての矢口と言われていますが、今日は大変いい笑顔で車の前に記念されて。さあ、ではいよいよ、お互いの車、試乗するという段になりました。じゃあ、皆さんよろしくお願いします。さあ、どうですか、水野さんの、弟子としてここまでの展開は。はい、はい、ちょっと見てて怖かったんですけど、本人にクリアしました。はい、超ノリノリでノリノリでちょっと近いところです。はい、今ね、こっそり矢口さんを先に出させて俺が ISF で追い越すと言っている。どうですか今の発言。いや、ご一回みたいにハラハラしてると、はい、ハラハラしてますけど、ちょっと思った楽しんでる、はい、広報の方どうですか。はっきりしろ、はい、はっきりしろ、あ、勝手にしてほしい。あ、もう勝手にほしい。日産広報勝手にしてほしい。トヨタの候補の方はどうですか。見てる人が楽しければ見てる、どうでもいいと。見てる方が楽しければどうでもいいと。分かりました。まあ、お互いコントロールできないというのはよく分かってるコメントでした。はい、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 どうぞ好きにやらせてください、はい、今矢口さんが、水野さんの GTR の後ろについて走りたい。本当は1点ずつ走るという段取りだったんですけど、水野さんが後ろについて走りたいというようなです、ね、ことが出て、メガウェブの担当の方がどうしようかというふうに来たんですけど、まあ、本当にコントロールできないので勝手にやるんだねということで、矢口さんが前に GTR で出て、その後を
水野さんが ISS で追っかけるという展開になると思います。でその裏側には俺の車とどっちが速いと思うのか、いやよくわかんないですね。その展開は全く予想できなかった。はい、いやじゃあ今日予想士の田島さんがいらっしゃってるので予想士どうでしょう。いやー面白いねこれね。面白い。いや最高の組み合わせですね。ちょっと今やっぱりちょっと痛かったんですなんかね。いやこれ追っかけますよきっと水野さん前回で。あーまず予想。いやみんなが見てるな。そういう人じゃないと思いますね。ブリッジを越したら人が変わります、いやちょっと誰も言うことができない。みんなシーンとしてますね。そうですね、この先どうなったの。絶対一番喜んでるのは関係者かもしれないですね。いや本人ですよきっと。シナリオがないのは楽しみですね。おお選挙来ましたやっぱり。来ましたね。これは矢口 GTR 先行パターンと思います。おお踏んだね。踏んだ踏んだよ。あれあっもう来た。おおおお踏んでますね。これは追いつくパターンですかね。いやいやいや、もう一回スタート開いたらあとは俺たちがやるっていう。いや本当ですね。これ多分ね追いつきますよ。戻ってこない。いや絶対大丈夫。それは大丈夫。僕は話しちゃってんじゃないですか。いやこれはね多分ねこの次の瞬間追いついてきますね。おお。おお踏んだね。おお近づいた。すごい。シニアの GTC ドライバーにどうですか。はい、じゃあ弟子のコメントお願いします。コメントですか。この後の対談がすごく楽しみなんで、ちょっとそこまではあんまり飛びないんですけど、本当本人が楽しんでていいと思います。そうですね、はい、よかった。もうそれが大変。さあ、ヤクスタン、割と慎重に行ってもここに、お、最初から来てみて、負けたな。じゃなくて味見してますね。鉄の鍋してますよ。追いつくのかと思ったら味見をしてますね。インプレッションをしてますね。そのままですここはあの女性ナンバーワンの吉田由美さんに話を聞いてます。どうなります。面白い。何とも大人げない。どこまで言いますか。あ、後ろから来ましたね。どうですか今のブレーキは。大人げないです。いや皆さん喜んでます。喜んでる。じゃあみんなが喜んでるかどうか日産の候補に聞いてみたいと思います。どうですか。喜んでる。あ、じゃあトヨタの候補は喜んでますか。喜んでます。それは良かった。いやいやしかしすごいね。ちゃんと分を手伝う。やっぱりね予想や田島さんを持ってしても読めませんね。これはね、ちょっと無理ですね。ね、特に水野さんの方が読めませんね。矢口さんは淡々と走ってるわけです。いや、そうですね、踏んでますよ。いや、淡々と全開出してるだけです。全開ですよ、ね。で、この水野さんがちょっと踏み、いや、これちゃんと車に騒いで見てくださいよ。スワロー高速テストですね。さすがブレーキテストはやる、グラウンドテストはやる、アクセル全開テストはやる。すごいですね。いやいやいや、さすがエンジニア。いやーブレーキテストなんていうか、これマイクはもう一本あるんですか。マイクもう一本ある。大丈夫です、これ面白いです。お客さん、お二人いるんで、もう一本ある。はい、はい、もう一本あ。拍手お願いします。いやいや、見ててね、レクさん、一本拍手があるか、拍手が来ましたね。おー、ISF、
ブレーキが煙、いやいや、なんかね、ブレーキから煙が出てますよ。いや、すごいですね、攻めてますね。いや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 、まだ圧迫感のブレーキで、このようにね、ヘレヘレたるアイエテンのブレーキじゃないですか。当たりがついただけです。いや、すごいですね、攻めてますね。あ、どうぞこちらの方に、ね、せっかくですから。じゃあ、一本マイク。マイクを1本お願いします。はい。